グロスのさ、ここにさ、リップつくのすごく嫌なんですけど、対処法あります？リップの上からグロス塗りたい人なんだけど。 That is way too much。 皆さんこんにちは。今日はしっとり系のチャピさんとしてやらせていただきます。こんにちは。嘘です。皆様、登録者数30万人突破いたしました。ありがとうございます。ざっくり2年前ぐらいから YouTube を始めたのかな。最初はもう本当にあの髪の毛の巻き方とか、なんかちょっと今日はメイクを紹介しますみたいなしっとり系でやってたんですけど、いつの間にかこんなになってました。ありがたいことに30万人の方に私のチャンネルを登録してくれているっていう事実がもう自分でも想像つかないですね。決して30万人全員が私の動画を見ているってわけではないと思うんですけど、でも登録してくれているっていうのが本当に信じられない。本気で。ということで、今日は30万人記念の質問コーナーをしたいと思います。まあ、質問コーナーするときって大体病室帰り、病院行ってきて、でネイルもしてん、前髪にちょっとストレートパーマあったんです。それがいい感じやからこのタイミングで撮ってます。ということで、インスタグラムで募集させていただいたので答えていこうかなと思います。たくさんご質問をいただいたのでサクサク答えていくよ。最初ジムに行くときって緊張しますか？一人で初めて行って何したらいいですか？これ私ほんまに最初の頃ほんまに分からずね、ずーっと有酸素マシンでずーっとゆっくり歩いてた。あの歩くん好きじゃないのに、とりあえずジム行こうってなんねんけど、マシン使われへんから、でも歩くことはできると思って歩いてみてんけど、歩くん嫌いやからゆっくり歩くっていう意味わからん、家の周りでもできることしてましたけど、最初はなんか行くのが大事やなと思う。なんか分からんくても人が見てるの見て、ああれなんか女性の方やってたからやってみようとか、分からなくてもスタッフさんに聞いたりすることもできるし、最初はねストレッチマットでちょっと腹筋するぐらいでもいいんですよ。なんか徐々にあこういうのやってみたいとか、背中トレやったらこんなんあるんやっていうのをなんか YouTube で見てみたりして、ちょっとずつ取り入れたらいいと思うけど、ほんまに私はめっちゃ緊張した。私ごときがってなってたけどね。筋トレしてる人ってあの自分自身に集中しすぎてて周りあんまり見れてないから、なんかあ見られてるって思ったとしても、あ新しい子が来たんやって見られてるって思うだけでいいと思います。怖い場所じゃないです。好きなパンを教えてください。甘い系と塩い系で分けてもらってもいいですか？甘い系やったら、とりあえずチョコが入ってるパン、まあ、私チョコが大好きで、チョコの生地に中チョコ入っててチョコのゴロゴロ入ってるぐらい、もうチョコ、あーでもクリーム入ってるやつもええな。塩い系はなんかピザパンみたいなのが好きです。玉ねぎとベーコンとチーズみたいな、絶対美味しい。トレーニングとか関係なしに大学生のうちにやっていた方がいいと思うことは何ですか？いろんな場所に行く、めっちゃ遊ぶ、いろんな人と出会う、これやな。大学最後の2年間が学校に行けなかったので、ずっと家からオンラインで授業やったんですけど、それまでにもっと外出ていろんな人に出会っていろんなつながり作ってたらよかったなって思うけど、まあ、あの動き出すのはあのいつでも遅くないから、今めっちゃ動き出してていっぱい出会えてるからすごいいいなって思うけど、もっと前の時から動いてた方がよかったなって思う。だって大学なんかさ、同じようなことを学びたいって思う人が集まってるわけやん。まあ大学とも限らず専門学校も高校もそうやけど、職場とかも、だからそっからいっぱいつながることってできたやろなと思って。増量中肩幅広くなって服のサイズ変わりましたか？肩幅ごときじゃない、あの全体的に、あもうこれめっちゃ恥ずかしいけど、まあ恥ずかしいっていうかおもろい話やねんけど、減量期だんだんこう体がちっちゃくなってきて、今までぴったりで着てた服がだんだん緩くなってきて、で嬉しいなってもて、あの引っ越すタイミングでめちゃくちゃ近所の子にあげちゃった、前のお家の近くの。ほんで、まあ、減量期になって、まあ、新しいものとか服とか買って、まあ、減量が終わりまして今増量期じゃないですか。でプラス10キロ乗って、あの全然着れる服がないんだって。も引っ越しの時あげんかったらよかったと思って、減量末期が S か XS やったのが、今は L 寄りの M みたいな感じ、 M が結構ぴったりめっていう感じ。楽に着れる服がいいなって思っちゃって、レギンスのフレアパンツとかスウェットとか、これダボっとした服を結構着ることが多くなりました。でも私肩ってよりかは下半身が一番ついたので、まあ、筋肉か脂肪かはまだ定かではないねんけど、絞ってみひんとだいぶ変わりましたね。ごめんね、髪の毛今日めっちゃ触ってるけどね、許してくださいませ。女性競技者が胸を入れていきますが、チャピさんのご自身の今後はどうお考えですか？私は別にあの胸を入れようとは今のところ考えてないです。っていうかこれからも多分ないです。
あのメスが怖い、手術が怖い、したことないんやけど、でもあの競技してる方が別に胸入れることに関して私は別にそういうネガティブな印象もなくて、まあ、いろんな意見あると思うんやけど、私は正直言って選手人生はめっちゃ長く続けるってわけでもないと思うし、まあ、長かったとしても20代で終わるやろうなって思ってるから、筋トレも続けたいし胸肉も食べ続けたいし嫁にもらってプロテインマーケーキも食べ続けたいんやけど、選手として体を作っていくってなるとやっぱりそれは私は長くできるもんじゃないかなって思ってるから、そこまでのめちゃくちゃな覚悟がない限りは私は死んかなっていう感じです。恋愛ってどうしてこんなにも難しいのですか、本当にわかるの。私、まあ、今までの歴代の彼たちも、なんでそんな、なんでここであんまり意見が合わないんだとか、なんで分かってくれないんだとか、なんでそんなんすんのって私が理解できなかったり、なんかね難しいよね。だって人と人やん、血がつながってたらなんかちょっとあの分かち合えるところあるかもしれん、兄弟とか親みたいに、まあ、なんかもういいよって割り切れるとこあるかもしれんけど、まあ、恋人とか恋愛になるとさ、まあ、知らん、まあ、言うたら他人同士が息があったタイミングで共に歩んでいくみたいな、まあ、そこで完璧に分かり合えるはずがないの、まあ、そうなんよ、むずい。撮影機材は何使ってますか、カメラとか。私はカメラはソニーの ZV-1 っていうデジカメなんですけど、 Vlog カメラなんですよ。これがすごい肌補正してくれるのと手ぶれ防止になるのと、あとはボタン1個押すだけで後ろの背景がちょっとボケるような機能があったり、結構画質もいいしコンパクトなので使ってます。でマイクはその付属のモフモフがついてるんでそれなんですけど、このマイクもよくって前も後ろもいろんな方向から音キャッチしてくれるからめっちゃいいです。でリングライトはなんかAmazonで買った一番安いやつ、それぐらいかな。30万人おめでとうございます。3月に旅行で大阪に行きます。おすすめの筋肉スポットありますか。ぜひビッグバンジムに遊びに来てください。てか私は別にあの働いてはないんですけど、私が通ってるジムなんですけど、あのみんなスタッフさんも優しくて面白くて、あの全然パーソナルの時間じゃなくてもみんな喋りかけてくれるし、一緒に頑張れ頑張れって言いながらできるから本当に楽しいです。質問ちゃうけどチャビちゃん大好きです。チャビちゃんのおかげで人生変わりました、ありがとう。この間さ、あの大阪のデルタフィットネスっていうジムに行ったんですよ、ゴートレで。そしたらお声かけいただいた視聴者さんがいらっしゃって、チャビちゃんきっかけで筋トレ始めたんですって話しかけてくださった方がいて、めっちゃ嬉しくて、めっちゃ嬉しくて、めっちゃ頑張ってたからもうめっちゃ嬉しいってなった、活動しててよかったって思った。結婚願望はありますか。あります。いやなんかちょっとこの質問はあれやねんけど、あ、じゃあ後々喋っていこう。同棲したいのですが、あ、じゃあもうちょっと恋愛の話しちゃおう。同棲したいんですが、彼があんまりいい顔をしません。エイト君と同棲とか考えてますか。これはね、あのエイト君がいないここで喋るあれもあれなんですけども、まあでもエイト君もう SNS で言ってるからいいと思うんですけど、エイト君もうちょっとしたら大阪に引っ越してくるみたいないう話なんですけど、同棲はしないです。大阪にいるけど同棲はしないっていうのも、まあ今それぞれで楽しいことがあるから、後々同棲しようとかいう話はもちろん出てくるかもしれないけど、現時点で、まあ、それぞれのやりたいことがあって、私は一人で住むのも楽しいし、まあ、もちろん同棲したいとも思うけど、まあ、エイト君はそのエイト君で新しく大阪に来るってなって、新しい環境で今しかできないことをしたいっていう思いもあって、まあでも大阪で近くなるんやったら、まあいつでも会えるやんっていうことで一緒には住まへんけど、なんていうかな、まあ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 同棲はしたいし、お互いその後々は考えてるけど今じゃないから別にせかさんくてよくないみたいな感じです。これがね、私らまだ付き合って1年も経ってないから、まあそれ人それぞれやと思うけど、私まだ22やからまだやりたいこともあるし、それぞれの生活もあるから、あ、このタイミングやっていう時にしようかなって感じ。なんかお互いの意見があってこその、まあ一緒に住んでみようかっていう次のステップやと思うから、私はだからまだそのステップにまだ上がる前の段階なのかもしれない。増量の不安めっちゃある。いやね、大会の絞り切った体を知ってるからこそ、それからプラス今10キロ乗ったけど、それが、まあ、もちろん筋肉になってるとは思うけど、
まあ、脂肪にもなってるわけで、ちゃんと次また減量落とせんのかっていう不安と、減量して絞ったとして残るのは果たして筋肉なのか、もしかしたら今ついた10キロは全部脂肪やったとしたらもうえらいことやんか。だからまあどうなるんやろって、まあ、初めての経験やからこそ不安はあるけど、でも自分がまあ目指してる先のところに行くにはめちゃくちゃ悪くしないといけないよって勘介さんにご指導いただいて、はい、頑張ります、食べる才能はあると思いますって言いました。将来の子供にどんなスポーツをさせたいですか。別になんか何かさせたいとかはない、なんか自由なことしてくれたらいいなって思うかな。なんかスポーツはまあ好きなようにしてほしいけど、英語と日本語を同時に学びながら育ってほしいっていうのがあります。っていうのも私自身その小学校1年生の時に海外に行って英語の環境になったんで、まあ、その時ってまだ日本語もちゃんと覚えられてないっていう段階やから結構何でも入ってくるんですよね。だからそのタイミングでめっちゃ勉強せんでも日本語と英語が入ってきたから今でも英語も日本語も喋れるし、まあ、ちょっと間違ったりするけど英語喋れててもう良かったなって思うことしかないから、スポーツではないけどそういう感じで育ってほしいなって思う。もうすぐで20歳になります。チャピさんが20歳の時はどんなことをしてましたか。20歳の時は毎日ぎゅうぎゅうにバイトしました。もうずっとバイトしました。でもバイトが楽しくって、その職場の人も楽しいし、やってる仕事も好きやし、お客さんと喋るのも好きやったから、バイト先の友達が、まあ、メインで仲良かったから、まあ、友達と毎日会ってるみたいな感じで、帰り道はコンビニ行ってアイスとシュークリーム食べて、で休憩時間はみんなでラーメン食べて、でみんなで歯磨いてみたいなことしてた。でもバイトしすぎて全然遊べてなかった。それはめっちゃ後悔やけど、でも本当に学生のうちはもっと遊んどいた方が良かったなって思う。いろんなところ行ったら良かった。減量中に甘いものやおやつを食べたくなって仕方がない時どうされてますか。私はトレーニング後のプロテインスムージーが一番って言っていいんじゃないかな、一番の楽しみやった。食事の中で朝ごはんの嫁にもらってプロテインパンケーキも大好きやってんけど、トレーニング後に冷たい甘いスムージーを飲めるのがすごく好きで、それをおやつとして持ってくるために3時ぐらいに飲みたいってなったら1時からトレーニングしたり、なんかそうやって合わせてました。とか夜に甘いものを食べたくなるんやったら夜にトレーニング合わせて、トレーニング終わりにプロテイン飲むようにとかしてました。失敗するかもしれないと思ってる時、チャピさんはどんなマインドで臨んでますか。失敗するかもしれない時、まあでもやってみな分からん、やらんくて分からんより、まあ、やってみて分かった方がちょっとスッキリするかなって感じ。なんか後々考えた時に、あれやってたらどうやったんやろうなって思うので、なんかめっちゃもったいないなと思うし、そのタイミングってその時しか来んかったかもしれんから、とりあえずやってみるかみたいな、よっぽどリスキーなことじゃない限りはとりあえずやってみます。静かな場所でお腹鳴りそうな時どうしてますか。いや私お腹の音をコントロールできんねんけど、それ私だけかな。なんかってこう、おへそのここら辺を、こういう男はやめとけはありますか。なんかやめとけとかはないんやけど、まあ人それぞれやから、けどお互いが執着しすぎないような距離感ってめっちゃ大事やなと思って、っていうのもなんか今まで私は結構相手が中心でいろいろスケジュールを立てたり、なんかやりたいことあっても、もしかしたら被るかもしれないから私の予定は後ででいいよとか、もう結構そっちを優先しちゃってた時があって、そうするとなんか崩れたタイミングで一気に全てを失った気がして、私執着しすぎってなってんけど、でもそれもなんか気づかのうちやねんな。でももちろんお互いのこと思うのは大事やし、それが大前提でお付き合いすると思うけど、それぞれにやりたいこととかなんかもう軸があって、たまに崩れそうな時に支えてくれるぐらいのこの距離感が大事やなって、これ多分前も喋ったことあるかなで思うから、執着されすぎずしすぎずの距離感が理解してくれる人と一緒にいたいなとは思いますね。私はね、なんていうか、あくまで足トレ嫌いです、どうすればいいですか。本当にそうなんだって、私も本当に足がきつい。でも足トレって多分普通にしんどいから、普通にしんどいと思うよ。けどもうその前回の大会の時に下半身の筋量不足とか、なんかもうすごい、もうただ細いだけやとか、もうあれマジでショックやってんけど、本当にショックやってんけど、だってあんなに
明日で頑張ってたのに、なんであんな頑張ってたのに、なんであんなにって、まあ、思ってたけど、まあ本当に筋量不足やから足トレ増やして、まあ足トレも週 2,3 回やってるけど全部部位を変えてるんですよ。分散させてて、お尻狙いの日、ハム狙いの日、上部狙いの日で、上部狙いの日は上部とちょっとだけ上半身やったり、ちょっと分割させていっぱい足の頻度が来るようにしてるんですね。疲労がたまらん程度に。もうね、足って本当にエネルギー消費が多い分すんごい疲れる。でもやった後結局楽しかったし、あーやってよかった、偉自分って思えるから、だからなんか足トレは嫌いやけどやった後が好きっていうの分かってるから挑めるっていう感じです。バージョンビューの第2弾は何を販売するんですか？楽しみで仕方がないです。実はバージョンビューの、第2弾目のもうサンプルは上がっていて、色 もう続々と決まってるんですけれども、まだちょっと言えないんですけれども、でもまあ夏に合わせた商品たちがまた出てきます。お楽しみ。ネイチャー館のプロテイン、トロピカルとオレンジマンゴー、どっちの方が好きですか？私はトロピカルが好きかな。現在週1でパーソナル受けてます。少ないでしょうか？いや、週1のパーソナルは多いと思います。パーソナルだけで言ったら、パーソナルで得た情報とか技術っていうのを自分で応用して、あと週に 2,3 回とかを一人でやって復習してみる、で次のパーソナルの時に違うことを教えてもらって自分で何回かやってみるみたいな感じで継続させたらいいんじゃないかなって思う。でもそのどれだけ体を変えたいか具合にもよると思うけど、週1パーソナルはめっちゃ十分やと思います。部活を収録でやってるんですけど、夜ご飯9時過ぎても大丈夫だと思いますか？いいと思います。っていうか私はなんならいつも夜ご飯9時とかです。ネガティブになるとき、不安になるとき、どうやって過ごしてますか？どう解決しますか？これね、ちょっと前の動画でもお話ししたんやけど、私1回こう落ち込んでたときに家に引き込んじゃったんですよ。誰の目も信用できなくなっちゃって一時期ね。けど外に出てみないと、まあ何も変わらないし何の刺激もないから、それは前に進めへんなってなった時に、ちょっと離れたところのこじんまりとしたカフェに行ってみて、なんかお姉さんが一人でやってるようなカフェで、ちょっとだけなんかレジの時にお話ししたり、このコーヒーってどんな味なんですかみたいな、本当にちょっとした会話で、ちょっとだけ通ってみると、あ、いつもありがとうございますって言ってもらえるようになって、ちょっと嬉しくなっちゃって、今日なんかちょっといつもより寒いですねとか言っちゃって、なんかそういうなんか本当にたわいもないほんわかした会話が私の、まあ、一つの外に出たいって思えるきっかけになったから、とりあえず外に出てみて自分がまあ好きなこと、お洋服見るのでもいいし、カフェに行くでもいいし、ペットショップに行ってワンちゃん見るでもいいし、なんか誰かと喋って外の刺激をもらうって大事やなと思った。今まで一番幸せを感じたお金の使い方、これはケントさんからの質問なんですけど、難しいな。いやでもこれはケントさんやから言ってるとかじゃないんですけど、アメリカ旅行に行ったのは本当に良かったなって思います。正直言って、あの時期アメリカの航空券ってすごい高くって、しかもレートが1ドル140円ぐらいで一番高かった頃で、もうなんかもうカードを使うためにめっちゃなんか渋ってたんですけど、けどあの時から私は結構いろいろ変わったなって思ってて、それこそまあ人との付き合いもそうやし、自分の挑戦もそうやし、こういう生き方していきたいなっていうビジョンが見えたり、まあ、それこそ、まあ、エイト君と初めて2週間ぐらいずっと一緒にいて、長い期間一連で過ごすってあんまなかったんですよ、私ら遠距離やから。一応ねだからそこでなんかお互いのリズムとかお互いのことも知れたなって思うし、小学校の時に住んでた場所にもう一回行って感じるものもあったし、本当にそこは行ってよかったって思えるし、すごい幸せな時間やったなって思います。はい。ケトジェニックはやったことないです。英語以外に喋れる言語あるんですか？アニャハセヨー、チャピサイムニダー、アンニョン。え、無理。ずっとジムの人に名前間違えられます。今更どうしたらいいですか？え、なんかもう言ってみたらどうですか？チョピさんって言われて、いや、チャピさんです。いや、今更無理。え、でもちょっと言った方がいいかもしれない。なんかちょっと面白いテンションで、ちょっと本当に申し上げにくいんですけど、名前ちゃいます。チャピさんの夢は何ですか？かっこいいママになること。子孫くんと結婚したいんですけど、どうすればいいですか？わからん。ちょっと DM 送ってみるとかですかね。ちょっと本当にちょっとわからないです。私、子孫くんの知り合いではないです。焼肉行ったらお米食べますか？食べるでしょ。お米とお肉しか勝たん。まあいろんな他のものも勝つんやけど、お肉はお米いるっしょ。
セミさんは焼き餅焼きますか？あんま焼かないです。私も結構男友達多いんですよ。結構もう五分五分ぐらいで男友達女の友達と、やから男女の友情は私はあると思ってるから、場合によりけりやと思うんやけど、まあ私もすごく仲いい男友達もおるし、だから別に相手に仲いい女友達がいたとしても普通に仲いい子なんだなーっていうだけ。さーて来週のチャピさんは東京に行ってまいります。っていうのももしかしたら東京で、ポップアップでちょっと店頭に立たせていただくことがあるかもしれないので、まあ、もうちょっとで発表できるんですけど、それの打ち合わせに行くので、またその情報もお楽しみにしてください。ということで今日の質問コーナー以上にしたいと思います。皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。またお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。